秀吉は島津を下し九州を平定した。橘銀千代の戦ぶりは高く評され、秀吉帰還で大いに橘の名を上げた。やがて天下はほぼ秀吉により統一され、抗うものは関東の北条のみとなった。秀吉はその力を誇示すべく全国の大名を率い、北条の居城小田原城を攻めた。銀千代は高橋常雲の嫡男橘宗茂と共に小田原城へと軍を進めた。 あと一歩、そう仕上げだ。雷は西を恐怖させるが、陣地をまず周辺の敵を総攻し、進撃を確保する。敵将橘が討ち取った。見事じゃ、見とれてしまったぞ。 ウルを壊して。
やるな。その調子だ。 足と互角に張り合う奴がおるとはな。
なるほど。あの本田忠勝殿の娘が。ゲロンが何人雇用が、橘が返り討ちにしてくれる。さて、わしの横でそのスマシ顔をどこまで保てる。 俺が出るしかねえか。開門。進め。敵将、橘が下したぞ。お見事です。感服いたしました。 関東の民に義になれ。貴様と私の間にある不毛な戦、そんな因果はない。だが貴様に使おうが、昨日より少しはわしな明日を。お見事。橘の力、この程度ではないぞ。 続くとは限らないか。当然だ。この世に永遠に続くものなど存在しない。故に橘は戦い続けるのだ。橘の誇りは全て守り抜いた。